このおさまけ最大の特徴が幼なじみが負けない、うん、ということになってまして、本当だろうな。そう、ちょっと大西さんに伺いたい。ね、あ、そうそうだよね、幼なじみが負けない。うん、ちょっとあの、うん、皆さんもそうご存知かな。このね、まあ、さくらさん、あ、違う、祈りが最初だったのか。うんうん、私が、うん、私が2巻で、そうそう、で私が2巻で、で私が別の作品でやっていた幼馴染のキャラクター自身が3巻の帯をやって、で4巻で私っていう感じなんですけど、先にキャラが行ったんだね。そうなの、先にキャラが行ってキャラに越されることあるの。そうだよね、後よって沙織が、そう、満を持して、あ、なるほどね。でこの子も幼馴染キャラで、うんうん、あ、そうだった、見事な報われはしなかったんだけど、うんうん、まあでもなんかそういうイメージがやっぱありますよね。そうなんですよね、幼馴染って、はい、勝てないみたいな、そう、うん、おっしゃる通り、そのエンタメ作品における幼馴染のイメージが、まあ、家が近所、まあ、幼馴染ですもんね。で子供の頃から主人公が好き、さらに当て馬ポジションになりがちということで、ちょっと大西さん、幼馴染代表としていかがですか。本当にね、あの昔から私アニメとかたしなんでたんですけど、はい、そんな中でもやっぱりなんか知らない生粋のそういう何かがあるのか分かんないんですけど、幼馴染キャラを好きになって応援するのに絶対報われないんですよ。そう、だから、ね、だってこんなタイトルにね、なってるくらいですから、絶対信じていいの。そうなんですよ、本当に絶対なの、この世界に絶対なんてあるの。そう作者の気が変わったらとかさ、確かにね、なんかそういうことで、そっか、やっぱ神がいるから作者という、そうですよね。じゃあこれはさ、要は今のところ、うん、伊之助が絶対に勝つってこと、おそらくそのルートで言ってるはず。そう、私が、うん、あの特別スタッフさんに嫌われるようなことしなければこのまま勝ち切る可能性がある。何したらなくなるかな、分からないよ、何がおそそになるか分かんないから、ね、そうだね。幼馴染か初恋か、あなたはどっちを選ぶ。信長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 、私が神です。